さあ続きまして中京フィギュア本田恵美アナウンサーです。よろしくお願いします。フィギュアスケーターを応援するこのコーナー、はい、今週は国際大会に出場しました小塚崇彦選手の最新インタビューです。グランプリシリーズロシア大会、多くの強豪選手が出場する中、小塚崇彦選手は5位と大健闘。帰国した直後の小塚選手にお話を伺いました。ジョニー・ウィアー選手、そしてステファン・ランビエール選手と強敵が揃う中、大健闘だったんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、みんな上の人たちがいる中では、まあ、なかなかの演技ができたんじゃないかなと思ってるんですけど、今回バトル、ウィアー、ランビエールという並みいる強敵を抑えて、フリーの技術点1位はなんと小塚選手。そうですか、すごいじゃないですか。そうですね、まあそれはとても嬉しいんですけど、まあけどだまだ改善の余地があると思うので、はい、謙虚な姿勢ですね。すごく嬉しいんですよ、やっぱりすごい選手たちとこう近くで戦ってどうでしたか。表現っていうんですか、そういうところではその内側から出てくるなんかその表現というか雰囲気というか、そういうのがなんか感じれたので、そういうのも自分で今回感じれたことをなんかちょっとずつでも練習でやっていけたらいいなと思ってます。シャイな性格と思われがちな小塚選手ですが、なんとロシアのテレビで小島よしおのモノマネをしたそうなんです。一芸をやってくださいって言われたんですよ。それで一芸の意味を取り違えたみたいで、僕は、なんか芸やんなきゃみたいな。他の人たちはそのスケートのリンクの中でやるようなそのリフト、ピアノの人だったらリフトだとか、あとはシングルの選手だったら足上げスパイラルみたいな、そういうことやってたみたいな。僕だけなんかパッピーってやってて日本人の人にはなんか受けてたみたいな。お茶目な小塚選手、これからの活躍も期待したいですね。なんかものすごくシャイで物静かな、ね、こうイメージがあったんですけれども、ところがそんなの関係ねえまで来ちゃったっていう ね、すごいですね。でコーチでもあるお母様がおっしゃっていたのは、精神的にも技術的にも最近成長して一皮向けたということですから、まだ18歳ですから、これから期待したいですね。年末全日本選手権出場しますから、おっぱっぴー頑張ってください、はい、来週もよろしくお願いします。はい、本田恵美アナウンサーでした。